東西南北僕北っしゃん。はい、ということで今日はですねこちら、はい、ヒーラースプリットがねアップデートできたということで、まあ、ヒーラーが生まれ変わってねこいつになったんですけど、まあ今ロイホグヒーラースプリットが流行ってるんかな、まあ、流行ってるらしいんですけど、まあやっぱ26使いとして、まあ、これは26にぶち込みたいなということで ISP の奥は無理やりぶち込みました。はい、まあ、それでねまあ強いんじゃないかということで、まあできればマルチやりたかったんですけどちょっとねレベルがね足りなかったんですよこれ。まあカードあるんですけどちょっとゴールドがね足りなくて、結構ねゴールド枯渇問題があるんですよねやっぱレベルアップに、うん、結構ここら辺全部カードは揃ってるんですけど、まあ、ウルトは揃ってないんですけどねゴールドが足りんということでちょっとグラチャになっちゃうんですけど、まあでも8勝まで上げといたんで、まあ、許してくださいということで、マルチはちょっと今いい感じですね。はい、まあいい感じではないか、 この前沼ってたんで、まあこのねウォールブレーカーで脱出したんですけど、あれどこ行った、あこれですね、これ強いんで、まあまた紹介します。はい、まあということで今日はこちらね、まあ、やっていくんですけど、とりあえずこの一杯はね確かねなんかスパーキーかなんかに、あっこれスケラに負けましたね。はい、めちゃめちゃきつかった。はい、やっていきます。はい、まあね、やっぱねなんかねヒーラースピリット強い予感がしますね普通に。うん、なんか OP な感じがしますけどね僕はね、結構なんか回復量が結構なんか思ってるより何なんていうの、高いって言えばいいんかな、高いんで、でかい、うん、まあそんな感じでね大きいんでちょっとね強いんじゃないかなと思うんですけど、まあ結構ねホグにやると結構もう一発分ぐらい入れてくれるんで割とねまあでかいかなっていう感じですね。でもただそのいつものアイスみたいに止める機能がないんでちょっとねなんか変な感覚になりますね。あ、止めへんのかいみたいになってちょっとねなんかね難しくなりますね。あとスパーキーちょっとねスタンができないんでちょっと難しいですね。まあ、さっき勝てたんですけどなんか感覚が気持ち悪い感じですね。まあでもダメージはあるんで小物系に関してはね全然問題ないんですけどね、ただスタンがないんでちょっとなんか変な感じですよね。まあ言うたらファイスピみたいな感じで、まあ慣れじゃないですかね。でもなんか可能性は感じますけどね、普通になんか強そうですよね。まあやっぱロイホグとかの相性がいいんかな。まあなんでちょっと革命的なね、やっぱなんかこういうホグとかロイホグ系のね、まあなんかデッキを作りたいなと思うんですけど、まあちょっとね難しいですわな言うて、まあ時間もないわけでね。はい、まあなんかよかったら誰か作ってくださいということでまあでもそのうちしてたらね多分グラチャレとかでなんかグラチャレの12勝したらなんか流れてくる、あツイッターのやつあるじゃないですか、多分あっこで流れてきます。はい、それ今日確かねバルーンでねありましたね、ランバーバルーンのアイスピの枠をヒーラースプリットに変えてって12勝してましたね。やっぱなんかバルーンそういう系にはやっぱ強いかもしれないですね。やっぱ大型にはあんま合わないですけど、そういうなんやろ中型系にはやっぱ合うんじゃないかな。バルーンとかホグとかロイホグらへんまあやっぱ合うんじゃないですかね。まあ、大型回復したとてみたいなとこあるんで、うん、まあやっぱポイズンとかにやっぱめちゃくちゃ強いですね、うん、回復ジュワンってしてくれるんで、うん、これどうしよっかな、もうアイゴルホグいっちゃっていいっすか。僕最近めっちゃアイゴルホグするんですよ、取ってから。いいかなと思って、別に。別にいいかなと思って、なんか別に。うん、別に、どうせするなら、まあ、今しとけ、みたいな感じで。ああ、なるほど。これは、タクとしては、スパーキーもしくは、あれっすね、ゴレっすね。どっちかっすね。ああ、お願い。OK。完璧こそなんで、これアイゴレつけてあげると何かで、あこれ多分あれですね、おそらくコウモリかな。あーガゴってことはワンチーあれがありますね、あれや、やばくないそれ。いや待って、でもねこれ対応しちゃうと多分このスパーキー防衛で、いやしてくるんかい、いや無視して今多分逆サイぶっぱ来ると思ったんで僕は今守らなかったんですけど、んーならまだ守ってよかったっすね。いやマジで、いや絶対今のぶっぱする顔してたやん。うん、じゃあ普通に守ってよかったっすね。いやーもったいね。まあここはヒースピつけてあげて多分こいつ出てくるんでブワーンってね、でもう一発、あマスケが強かったですね今の。マスケなかったらもう一発ジュワーンって一発入ってましたね。これウッドとスケでいいかな、よいしょ。まあウッドだけで一発に抑えれるんですけど、ちょっとねダメージ食えすぎてるんで一旦ねステイします。はい、まあそんなにアドも取られてないんで多分大丈夫ですね。はい、どうしようこれ、やばくねそれ、えこれもしかしてクエク、
あ、レイジか、レイジか、なるほど。いや、さてこのヒースピーいたみたいな、絶対いらないでしょみたいなとかあるんですけど、まあ、とりあえずこれ逆さ言ってあげて、あのスパーキーどうせ自陣で処理できるんで、うん、もうちょいもうちょいマスケ OK、 これは放置していけるんで、まあさすがにレイジも回ってないんで OK ですね。はい、これスケルトンでよいしょ。あー、甘い甘い甘い、そんな甘ちゃいだよお前、寝てんちゃうかいうぐらいの、ほんまに。これも5ドーンやってあげて、あーあーあああ、もうかわいいかわいい、もう今度もう全部処理、全処理っすね、全処理気味。あ、いや、お願いお願い、信じてる信じてる、ディャーン。いや、ワンちゃんのヤバみはあるんですけど、全然っすね多分。まあ、レイジなんで、レイジなんで多分つけてきてもこうワンチャン読まれそうなんで、やばい、ちょっと待って、ま、で参る？スタン機能がないからちょっとマジで変になる。え、怖い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 、マジでやめて、マジでやめて。あ、でもあれ 入りましたね多分、左が入ったんで OK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 、 勝ちました、あざす。まあ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 、スパーキーに勝ったんでよかったですねいやー、ヒースピーやっぱわかるかな、なんかね、攻めは強いんですよ、確かに攻めは強いんですけど、防衛で強いかって言われたらうんみたいな感じですね。うん、なんかちょっとスタン機能がないんで、なんかねちょっと難しいですね。まあ感覚が狂うだけなんですけど、アトミックボムや、まあ、ね、やっぱジョワンって広がるのが強いですね。うん、まあ、だからなんかね、なんかもっとなんか革命的、いや結構やっぱミニペとかも相性いいっすね。うん、結構回復しおるんすよねこいつ。まあ、ね、これももういっちゃいますもん、適当ですもんガーンやってあげて、あ、これ近起動されたらまずい、耐え、あ、これ耐えさんっすね、めちゃくちゃ耐えました。はい、これは耐えさん降臨してますね。これ来る、これめっちゃ美味しいけどな正直。やめてやめて、ベイビーでやった、いったいったいった、その一発余分ちゃうけ言うて、あーんでこれホグ出すんですけど、ワンチンやれっすね、タルガが来るんで、あ、なるほど、え、あ、わかったわかった、あれや、トルネ入ってないよこれ、トルネ入ってないスケラなんで、これは勝ち手ですね。あの、多分マスケかな、マスケビビドラのやつなんで、これは勝ちたい、これはマジで勝ちたいですね、多分いけます。はい、まあだってこ、あのあれなんで、多分向こうもホグきついんで、多分2周目のあれに絶対間に合わないんで、いやここ多分ポイズンかな、おそらくですね。まあなんでこれ逆さいきます、回ってないんで、あ、回ってた、ごめんごめん、回ってた、余裕で回ってた、よいしょよいしょ、うーん、スタンがないとやっぱ弱いっすね防衛では。まあ僕の位置が裏かったんですけどね。うん、なるほど、これベビーで来たんで、これも多分またあのポイズン打ってくると思うんで、これ逆していきます。もう先にね、もう言ってあげることが大事っすね。ファンファン、いけいけいけ、もう一発 OK、 これ来るかな、さすがにそんなチンパンではないか、その一発でかいなマジで。 OK 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 OK、 よいしょよいしょよいしょ、ここで一旦使わさして、え、相手見せてね、やば、 OK OK、 これ美味しいですね。うーん、ドヤー仕上げて、でこれワンチャンスケラ来そうですね、ワンのちゃん、こうへんのかい。まあなんでこれマスケが流してあげて、でこれ逆さ行くことによって相手形を作れないんで、結構相手やばくね、寝てる、相手マジで寝てるちょっとさすがに、いやーちょっとちゃんと戦いたかったんですけどね、まあ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 、まあ、勝てたんで、よしよし、グッドゲームやっていきましょう。はい、まあアトミック僕昔所属してたんでね、まあ今は違うんですけど、オッケー、あと2勝か、ま、なんか来てる、これヒースピちゃん、いや、ちゃうね、ヒースピじゃなかった、ちょっと待って頑張ります。はい、でも普通にあの強いですね、やっぱりこのヒースピ、ヒースピって言えばいいんですかね、なんかこの略称問題ありますよね、アイスピみたいなヒースピでいいんですかね、ヒーラースプリットって最近言うんですけど、ヒースピもありかなっていう、ヒースピ、あー、これ、あー、なるほど、
ワンチャントルネーの顔してますね、これ。いけ、いけ、スケ。いやー、全然刺さらへんやん。ちょ、待って、これワンチャンやばい。あのね、これがね、あの、闇なんですよね。初手ほぐした時に、こう、トルネ吸われた時が闇なんですよね。はい。まあ、そこだけなんですよね、弱点で、ね。それ以外は、まあ、初手ほぐ最強やと思うんで、まあ、初手、あの、初手ごれ並みの強さを発揮すると思ってるんで。いや、割とマジ。割とマジでね。あの、あ、これ回復できますね。ドゥブーンドゥブーンオッケーオッケーオッケー。あんなんあんなん、うん、もうやっちゃいますぶち殺し。はいはい。で、これ、なるほど。なんで、これ、スケで。よいしょ。いや、これだよな。このね、どうしてもやっぱね、スケラがきついんですよね。あの、さっきみたいなスケラ、トルネが入ったようなスケラマジで余裕なんですけど、あの、普通のこのトルネが入ってるスケラがめちゃくちゃきつい。本当に。もうね、あの、泣きたい。レズマスキーいきます。で、また相手ベビドラ切ってっていうサイクルできてるんで、ここ多分相手ベビドラ切ってくるんですよね。おそらく。あれ？そんな？回ってた？マジ？まあなんで、ここヒースピーつけてあげて、ジュルーン！これ回復してあげて、まあまあ刺さるんじゃない？よいしょ。でけえ。マジででけえ。ただ、アドは捉えてるんで、ここちょっと、ん？なんの？何のベビードライね、それ。あの、スキラ行きますよみたいな。言ったけど、ちょっとエリクサー足らんかったわみたいな感じのベビードライっすかね。いや、なんか、何のベビードライっていう。多分、アドライってちょっとエリクサーあったはずなんですけど。これは、ひたすら美味しいですね。これは多分めちゃくちゃ美味しい。え、しかも、え、やばい、相手緊急してる。やば。相手寝てるわ。ちょっと待って、相手寝てる。2000とも相手が寝てる、これ。あー、待って、どうしようかな。これ切っても間に合わない。ウッドからマスケ流す。はいはいはい。これでいいっすね。アイオルハグしちゃうで。で、ヒースピつけてあげて、多分ボムタワー来るんで。なんならこれ。あー、待って、外した！もう最悪！あー、もうすべてが最悪。やめて。本当にやめて。でもキング起動の恩恵が結構でかいんで、やっぱり。え、でも正直こうなったらもう、だってもう、ファイブ削り良くないですか？よいしょ！あ、これヒースピの、ヒースピの出番ですね、これ。これヒースピの出番。ズーンズーンこれいいっすね。無視でいいっすね。あ、入らないんで。え、多分、あー、そっちかー。あ、もう全然削っていいっすね。あ、入らないんで。オッケーオッケーオッケー。いや、これは、待って、何倍やったっけ？ちょ、待って、何倍やったっけ？あれ。忘れた。ダメージ忘れた。ダメージ忘れた。よいしょ。多分、あれ来るんで。え、しかもトルネ使った。あ、これ相手終わりっすね。あー、もうこれ。え、みゃなぁなんでやねん。え、しかもさ、これ落ちる？ワンチャン落ちるくね？あ、落ちるわ。余裕で落ちたわ。待って、普通にダメージ忘れてた。あの、マルチしか最近やってないからダメージ忘れたわ。よし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 。じゃあ、あと1勝してるの終わります、これは。気持ちよく12勝させてくれ。お願いや。あ、お願い。マジで12勝させて。あ、12勝するとね、このゴールド結構もらえるので、ね、4500なんで、割とでかいんですよね、これ。まあ、だから、ちょっとできるだけね、12勝したい。まあ、でも、いっぱいはできるんで、うん、頑張りたいですね。はい。まああのあれですね、あの最近は僕ね結構あの日向のねハマってるんですけど、なんか結構その最近迷ってるんですよ。あのツイッターとかで結構僕日向のね、あのネタっていうかツイートするじゃないですか。でも日向のことを知らない人からしたら、いや、ちょっと痛いやつかなと思って、最近ね、思い始めて。いや、ちょっとやばいんかなと。いや、でも、と思ってね。で、最近ちょっと迷ってます。はい。まあでも、やっぱね、僕は大好きなんですよね、日向ね。でも、普通の人からしたら、普通におかしいっすよね。だって言ったら芸能、まあ、それ僕が芸能人っていうわけじゃないですけど、自分を立てるわけじゃないですけど、その、例えだよ、例え。例えがね、もし芸能人さんが、その、なんか、そのネタばっか話ばっかりしてたらおかしいなと思って。
ちょっと控えるかということでね、ちょっと、ね、YouTube の方ではもう全力でね出していくんですけど、まあ、Twitter の方ではねあんまりねやめようかなって、そうかサブアカ作るかもしくは、まあ、インスタかなっていうのをまあ思いましたね、はい。まあでも全くしないってわけではないんですよ、それはちょこちょこしますけど、まあ前みたいにがっつりやめようかなっていう。ほーん、ウッドドスケはもうほうな26ちゃうかいよって、29もしくはあれですね、遅延スケラー、遅延ちゃう、ね、なんやあれ、まあでもマジアチアのタコやったんでこれ違いますね、これ多分これあれですね、ロイホグっすね、ロイホグ延命してきそう、マジでこれジョバンってなるんで、これ多分ハンター出てくるんでドゥーンしてあげて、え待って、それは相手上手くない、それは相手が上手いわ、いやこれ多分今の決まったと思ったんですけど、まあ相手がちょっと1枚上手でしたね、さすがに一発で決めきれんということで、これ多分ロイホグなんで、これヒースピーワンチャン入ってるかもしれないっつって、そやな、うん、せやな、うん、ちゃんと爪痕残していくっていうね。ちゃんとな、残爪し、な、はい、はいはいはい、よし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 、オッケー、これ結構アド取れたんで、これアイゴラホグいっていいっすね、あれホグプラスロイホグやったら8コスなんで、これマスケで受けてるんでね、こっちまあ結構いい感じではないでしょうか、もしかしてさすがにね、まあこれウッドでいいかな、まあヒースピでもよかったかもしんない、まあヒースピでよかったですね、これ正直ヒースピ案件でしたね、これやったな俺、いや今のヒースピやな、ウッドはやっぱロイホグに残すべきでしたねこれ、あーもったいな、まあ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 、そういうこともあろう、これ多分5切ると多分来ますね、これ5切ると絶対ロイホグ来ますね、これいやこうへんのかい、いやこうへんのかい言うてますけども、これ多分来る、うん、来るんよなこれ、これヒースピ飛べ、うん、そんなに、うん、かすかにダメージを与えた、 OK、 これもういきますね、これもう早めに消去してあげて、じゃあ相手アイゴで間に合わないんで、なんだ俺ね、これね、回復しちゃうんですよ、これ回復するんですよ、見ててください、ジュン、オッケーオッケー、完璧、はい完璧、あもうこれ5まで打っちゃいます、あー何そのクエイク、ゆるちょっと待って1個です、危ない、ちょっと今出そうになったんで危ない、押さえときます、あやーはい、かわいい、もうかわいい、もうこっち守っとけばいいんで、あとね、はい、逆サイ来たとって守れるんでね、はい、一応アイゴリやっていただけて、はいはい、これ多分来るんでクエイクね、あ来なかった、あ待って、オッケーオッケー、まあ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 、そんなダメージくれてやるわ、くらだろ、うん、うん、うん、待ってこれ、オッケーオッケーオッケー、これもうね、あのね、こんなんもうギューンしてうっとけば俺、オッケーオッケーオッケー、もう気持ちいい、気持ちいい、はいはいはい、まあ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 、ということで、まあ順調無事できましたね、はい。普通にね、強いです。普通に、やっぱヒースピ強いですね。全然アイスピの枠でも参ります。まあでも、スケの枠でもいいと思うんですけど、まあ全然アイスピの方が多分いいかな。まあ陸浮き薄くなるんでね。よーし。まあウルトラは別に何でもいいんですけど、ああ、出なかった。まあまあそういうこともある。よーしよしよし、いい感じじゃないですか。ああ、これ乾燥したらやっぱりちょっと一回マルチで使ってみたいですね。乾燥したらちょっとまたマルチでね、動画したいと思います。はい。まあ1万なんでね、結構ね、1万じゃないわ。何 ?1、10、100、1000、まあ10万、100万。100万?え ?1、10、100、1000、まあ10万、10万ですね。10万なんで、あと4万なんでね、ちょっとね、コツコツ貯めて上げたいと思います。はい。まあ結構面白いと思うんですよね。結構しかも強かったし、普通にこれネタ抜きで強かったっすよね、見てて思いますね、普通に強かったっすよね、まあなんでありやったと思いますね、まあでもやっぱね、もっとこれ今でも強いんですけど、もっと革命的なね、なんか何かを作れるんじゃないかなって、うん、僕は思いますね、このホグデッキはね、まあなんでまたね試行錯誤して、まあ作れたらね報告したいと思います、よかったらねチャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします、はい、まあまたマルチの動画も上げるんでね、はい、最終日あと2日なんでね、はい、頑張っていきたいと思います、はい、ということで皆さんお疲れ様でした、バイバーイ。